昼夜が移り変わる時こそわらわが動く危険な時。夜は悪意を隠す最高の隠れ道。想定内の結果じゃ。人はなぜ愛されることにこだわるのか。長い年月の中でわらわはずっとそれについて考えていた。それはきっと今を生きる自分のことを永遠に好きになれないから。そうわらわに教えてくれた人がいた。彼女がまだ彼女であった時。しかし今日になってもなおわらわはその言葉の意味を理解できていない。故に汝を見続けるしかなかった。彼女のために生まれた汝を。汝から彼女が口にしなかった言葉を見つけるまでは。何せ汝は昨日のわらわ、わらわは明日の汝じゃから。わらわは何の答えも持たぬ。汝にかけられる言葉もない。それでも昨日の自分に何か言わねばならぬのなら、明日汝は必ず厚かましくも生き続けるのじゃ。